あの金は何と言おうと私のものでだから自分で自分を「誹謗するなぞつらいことです」おしまいにもう一度繰り返しますけど。 あのじいさんは自分勝手に侮辱された気になったのです。この点であなたが私にあの男のところへ行って詫びてこいというのはそりゃ酷ですぞ。いや僕の考えはですよ。もしお二人に仲直りする気があるのならば、それなら、それならば簡単に行くとお考えなのですかそうです。 ダメですよ。そう簡単には、まあ言いませんよ。言わんや。言わんやその上に、なんだかだと、他の事情がつきまとっておればでしょう。まさにその点では、僕もあなたに同感です。公爵。ナタリア・ニコラーブナと息子さんとの間には、あなたの手を待つすべての点で、ご自身解決なさらなければいけません。もちろん、 イフメーネフ一家の者たちにも十分納得のいくようにです。その時初めてあなたは本当に心の底からイフメーネフと訴訟のことを話し合えるというものでしょう。今はまだ何一つ解決がついていませんからあなたの取るべき道はただ一つなわけです。それはあなたのなされた告訴が公正を書いたものとお認めになることです。 率直にそうお認めになることです。必要ならばその旨、広告すべきでしょう。もっともこれは僕個人の考えですが、ずけずけと申し上げますけれど、あなたの方から僕の意見をお尋ねになったのだし、それにあなたにしたっておそらく僕が腹に一物含んでいるのは望まれなかったでしょうからね。それでまた僕はあえて 次ののようにお聞きしたいのですなぜあなたはお金をイフメーネフにやることで頭を悩ましておいだなのでしょう。ご自分の告訴が正当だとお考えならば何のためにお金をやるのでしょう。僕の物好きはご勘弁ください。何しろ他の事情とも関わり合いのあることですから。 ところであなたのお考えはどうなのですか公爵は思いがけなくこう聞いてきた。まるで私の質問を耳にしていなかったふうである。もしイフメネフに何の話し合いもせずそれからええー、と別にいろいろと緩和策も取らないでいきなり金を手渡しするならばですね。あの老人1万ルルーブルを はねつけると確信なさいますかもちろんです。跳ねつけますとも。そう聞くと私はカッとしてしまった。ふん害のあまり身震いしたほどである。この厚かましくも疑い深い質問に私はまるで面と向かって、唾でも吐きかけられたような気がした。なおその上さらに私は屈辱を覚えたのであるが、 それは物質が極まる上流階級集で彼は私の言葉に耳もかさず気もつかぬげな態度をとり全然別の話をさえ遮ったのだった多分ああいう質問をした私が気やすく付け上がりすぎていると見て取り思い知らせるためなのだろうが私はこの上流階級集が嫌でたまらなかったので ずっと前から有用者にもその悪臭をやめさせるよう全力を挙げていたほどである。ウームあなたはずいぶん気身近ですな。世の中にはあなたがお考えになっているようにうまくいかないことがあるものですよ。公爵は物静かにこう私のわめき声に対して答えた。 もっともこの問題については、ナターリアニコナームナが幾分解決しうると思いますがあなた一つあの人に伝えてくださいませんかあの人なら相談にも乗れましょうよ。ダメですよ。と私はぶっきらぼうに答えた。あなたはさっき僕がお話しかけたことを聞いてくださらないで。 かえって僕をりりになりましたねあなたが不正意な態度でしかもおっしゃるように全然緩和策も取らないでお金をお返しになればナタリア・ニコラーブナはこんな具合に解釈するでしょうよつまり父親には娘の代償としてあの人には有料者との手切れ金としてだと一口に申せば金で釣っているんだと。 うむあなたはそうおとりになるんですかイワン・ペトロービチ。公爵はこう言って笑い出した。なぜ彼は笑い出したのだろうところでと。公爵は話を続ける。まだいくらでもご一緒にお話しせねばならぬことがいっぱいあるのですが。 もうその時間もありません。ただ一つだけお願いがあります。他ならぬナタリア・ニコライウナとその行く末に関する問題で、すべてこれはいかに私たち2人が解決をし、またどういう方法を取るかにある程度までかかっているわけです。それにあなたは書くべからざる方なのです。いずれご自分でもお分かりになりましょう。ですから、 もし今でもあなたがナタリア・ニコラーブナに忠実でいらっしゃるなら私と話し合いをなさらないわけにはいかんでしょうあんまり私に好感をお持ちでないにしてもですねましかし到着しましたいずれ後ほど9二つの恋 白爵夫人はいい暮らしをしていた。部屋部屋はしっくりとたしなみよく飾り立てられていながら、そのくせ少しも派手に過ぎるところがなかった。とはいえ、たしなみから見れば、やっぱり仮の住居といった感じがしなくもない。ただ単なる一時しのぎの住まいにしては、小綺麗なだけである。永住に適してがっしりと建てられた。 名門の邸宅なら何はさておき貴族的な豪勢さや気まぐれ敵があるがそれがない噂によれば伯爵夫人は夏の間シンビールスク県の事情に赴くそうだが公爵もそのお供をするらしいこの噂は前から耳にしていたから母者が夫人に同行したら両者は 一体どうするだろうかと私も案じていた次第である。私はまだこのことをナターシャに話していなかった。話をするのが怖かったのだけれど彼女もそれと感づいたらしいのはミサーの挙動から見て取ることができた。と言って彼女はそれをお首にも出さず自分一人もたえていたわけである。 伯爵夫人は私を丁重に出迎えてくれた。愛想よく手を差し伸べて、私を待つことを久しい胸、繰り返し述べ立てるのだった。彼女は素晴らしい銀星のサモワールから自ら茶を継いでくれ、私たちはその周りへ座を占めたのである。私と公爵ともう一人。 それはなかなか上品癒しからぬ宴配の紳士で勲章をつけて四角ばった感じのする外交官風のタイプだったこのお客はひどく尊敬されていたらしいというのは外国から舞い戻ってまだ日も浅い伯爵夫人はこの冬ペテルブルクでこれといった交際も取り結べず おまけに心に思い描いていたほどの顔にもなれなかったからだろう。お客といったらこのくらいで、一晩中他に誰も訪ねてこなかった。